俳優の竹内涼真、25、が、嵐の二宮和也主演の TBS 系日曜劇場、ブラック。ペアン、毎週日曜21時チルダ、で、研修医、世良雅志役を公演中だ。医師たちの激しい権力争いが繰り広げられ、二宮演じる、オペ室の悪魔、こと都会星四郎のダークヒー。老ぶりも炸裂する中、まっすぐな性格で真摯に医療と向き合うセラも際立った存在感を放ってる。そんな竹内に、本作での役作りや撮影エピソードについてインタビュー。前、後編で紹介する。前編では、念願の医療ドラマ出演の感想や、演じるセラへの思いや自身との共通点、三度目の日曜劇場出演などについて聞いた。竹内涼真撮影、スタの有念願の医療ドラマで感じた大変さ医療ドラマに出演したかったとおっしゃっていましたが、その理由を教えてください。小さい頃からドラマをよく見ていたのですが、その記憶の中で医療ドラマを鮮明に覚えていて、この世界に入って、どういうドラマやりたいですか?って聞かれた時に医療ドラマがパッと思い浮かんだんです。実際やってみるとすごく大変でした。特に印象に残っている医療ドラマは、結構あります。救命病棟24時、医療、新人、ドクター孤島診療所、など、たくさん見ていました。実際やって大変だと感じたのは、どういうところですが、台本と現場に入ってのギャップがかなりあるんです。手術室や病室、会議室のシーンがすごく多いですが、簡単に台本通りにはいかないというか、命を扱っているっていうこともあり、その重みがありますね。舞台挨拶でも手術シーンが大変だという声が上がっていましたね。いろんな角度から撮っていて、撮るものが多いので時間がかかります。ただ、完成した映像を見て、あれだけ時間をかけているから凄みのある映像になっているのだと思いました。手術シーンがとてもリアルに描かれていますが、いかがでしたか?心臓外科は心臓そのも、のと向き合うという印象なので、時間が経ってくるとリアルだなという感じではなくなります。どこが悪いのか。そこに集中するんです。でも、不思議なことに、実際に現場で見ているより、カメラを通した方がリアルに感じました。研修医としての特訓はしていますか?毛か結びなど、縫合の練習はしました。そのセットをもらっていたので暇な時に、僕は早くできて、先生に、すごい、と言ってもらいました。もともと手先が器用なんですか?いえ、手先を使う作業は得意な方ではないんですけど、ちゃんと僕が縫っていい。る場面もあって、なるべく嘘がないようにやった方が見ている人に伝わると思うので、そこは一生懸命やっています。セラと自身の共通点は、セラ君はサッカー部出身でまっすぐな性格。設定だけ見ると竹内さんに近いのかなと思いましたが、いかがですか?自分ではあまり似てないかなと思っています。体育会系出身でハキハキしているというのは、ちゃんとできる人間だと思っていますし、人の命を助けたいという思いがあって、医学部を卒業して心臓外科に入るってことはある程度できる人なんですけど、そういう自信や強気な部分を全部、すごい先生たちにぶち壊される。
何もできないでいるシーンが多く、そういう時期は僕もあったかもし。でないですけど、自分に似ているかと言われると似てないですね。竹内さんは迷わない性格ですか？基本的に迷わないです。日常的にも、どうしようどうしよう、ってなる性格じゃないと自分では思います。単純なんです。だから演じていて、なんで世良はできないんだろうってモヤモヤすることが多かったですね。お芝居も迷わないですか？お芝居は迷います。特に今回難しくて、僕の役は見ているお客さん目線というか、強くなりすぎてもいけないし、弱くなりすぎてもいけないし、そのいいところを取っていかないといけない。また、病院で起こる出来事として必要な動きに、セリフがプラスされるので非日常なんです。実際の医療現場はこんなに喋らないでしょうし、そういった面で見、聴者の方々が置いていかれないようにというところを探っています。その正解を探すのには時間を割いています。役に入り込むオンオフのスイッチは、役によりますが、今回の役は、ふつふつと徐々に沸点までに行けるようにしています。そろそろ始まりそうだなっていう前からちょっと準備します。いつも新鮮なリアクションをしないといけない役で、驚いたり困ったり動揺したり、何もできないでパニクったりというシーンが多いので、そのために準備しています。ちなみに、陸尾の茂木役はどうでしたか？またちょっとその温度が違います。今の世良くんの方が楽しい準備ではないです。陸尾は体が動くように準備するというシーンが多く、ネガティブな準備ではない。だから気持ちがどんどん高まっていくんですけど、今回の場合は高まっていくのではなく、どっちかっていうと息苦しい準備ですね。それに引っ張られて、プライベートも落ちることはあるんですか？そこまで引っ張られないですけど、多少はあるかもしれないです。撮影終わってすぐは役の感じが残ってるかもしれませんね。顔つきもいつもと少し違うかもしれません。視聴者の反応はネットでチェック。この世良役に対して、視聴者からどういう反応がありそうだなと思っていますか？この役はわからないです。だから、あんまりこうかなと思わず、反応を素直に受け止めたいと思います。まだ僕は完璧に自分の中で計算できないから、今は気持ちでやる。そこにいろんな技術がこれから肉付けされていけばいいし、そうしていかないとなと思うんですけど、とにかく今はちゃんと気持ちが見ている人に伝わるように心がけています。ダメダメな部分の多い役というのは、今までの作品とは違う新しい役だなと。2話が結構ダメダメで、すごく疲れました。陸尾も挫折を味わう役でしたが、それでもあの茂木くんはかっこいい役でしたね。そうですね。陸尾の茂木選手はかっこいい役で、かっこよく映りたいなと思ってやっていました。今回はそういうことは全然考えていないかもしれないです。お話を伺っていると、世良役の苦悩が伝わってきますが、逆にこの役を演じる面白さはどう感じていますか？面白さは、見ていただくまで皆さんの反応が予想つかないところ。陸尾の時とかは、こういう感じかなって自分でイメージできたんですけど、今回はあんまりイメージできないですね。
モノローグも初めてですし、それだけ僕の役に感情移入してもらえるかという面で、今回は本当にわからないです。反応を知るためにエゴサーチをする人ですか？ネット見ますよ。マイナスな意見を見て、ショックを受けないですか？もちろんいろんな意見があるというのは普通のことだと思っていて。マイナスな意見が目に入ってきても受け止めはしますが、それを引きずって落ち込むということはあまりないですね。すぐに切り替えます。今回は反応が予想できないということなので、特に調べそうですね。見ると思います。あとは家族の反応とか、僕の家族、僕のこと褒めないんです。客観的に一視聴者としてコメントしてくれるので結構信用しています。ご家族は出演作品を全部見てくれているんですか？もちろん見てくれます。話題作出演の手応えと日曜劇場への思い朝ドラ、ひよっこ、いや日曜劇場、陸を、など話題作への出演が続き大活躍ですが、役者としての自信や手応えは感じていますか？いろいろな作品でご一緒している先輩方と比べたら僕の経験なんて全然まだまだだと思っていて、もちろんどの現場でも収穫があり、挑戦と反省の繰り返しです。たまに少しの手応えを感じる時もあるので、そこを自信に変えてまた、新しいことに挑戦したいと思っているんですけど、難しいですね。自分がこうしたいと思ったものと、視聴者の方がいいなって思うものが違ったりするの。で、自分がしっくりきているだけではダメなんだなと最近思うようになりました。だから、楽しいけど、難しいなと思っています。TBS の日曜劇場出演は、下町ロケット、陸を、に続いて3作目です。日曜劇場への思い入れはかなりあるのかなと思うのですが、いかがですか？仮面ライダードライブ、このドラマが、下町ロケット、でした。それから約2年半ぶりに、陸を、のオーディションに参加させていただき、大きな役をいただけた。のはすごく嬉しかったですし、福沢、カツオ、監督とまたご一緒できたというのも嬉しくて。そして、今回また3度目ということで縁を感じましたし、幸せだなと思いました。たくさんの方が注目している日曜劇場というやりがいもあるし、その分責任もあるので全力でやらないといけない。どの作品もそうですけど、やはり日曜劇場となるとさらに力が入りますね。日曜劇場主演を期待しているファンも多いと思います。もちろん目標ですけど、でもまだまだです。改めてドラマの見どころをお願いします。都会先生も他の先生たちのキャラも強烈で、いろんな先生目線で見ることができます。それぞれの先生の思惑があって、細かい表情が後々ああいうことだったのかって繋がってくるのが面白いですし、手術シーンが、すごくかっこよく映っているので、医療現場で戦う外科医のかっこよさ、凄みみたいなものを感じていただけたら嬉しいです。そして、僕が演じているセラがどれだけ成長するか、医者としてどういう生き方をしていくのかにも注目していてください。プロフィール竹内涼真1993年4月26日生まれ、東京都出身。185センチメートル、血液型 A 型、趣味。
2013年、女性ファッション誌、ミーナ、の男性専属モデルオーディション、ミーナカレグランプリ、で、2457人の中からグランプリを獲得。2014年、仮面ライダードライブ、の主演に抜擢され注目を集める。主な出演作に、ドラマ、下町ロケット、TBS、時をかける少女、日テレ、ラストコップ、GO、NHK 連続テレビ小説、ひよっこ、過保護の過保護。日テレ、陸尾、TBS、映画、青空エール、2016年、聖一の国、2017年、ラストコップザムービー、2017年、など。また、8月1日に主演映画、先生君主の公開が控える、場面写真イコール、C、TBS。